の最新不動産情報。どうもベトナム住みすぎダブルシンスOKです。お願いします。さあ今回はハノイですよ。ハノイ特別編でございます。なんとエナゼさんハイフォンハノイに支店出しました。おめでとうございます。なんでねこれからどんどんハノイの不動産も案内していきたいと思います。ただ今回は不動産情報ではなくコワーキングスペースでございます。九州プロモーションセンター、略して KPC。 こちらねある場所はヒンマリンランエリア。まあ僕もねハノイに住んでるわけじゃないのでそんなに詳しいわけじゃないんですけども、ヒンマリンランエリアっていったらもう日本人街ですよ。日本食も多いですし、メトロポリスも近くにありますんでね、ロッテもあるね、ロッテもありますし、買い物もできるし、あの食べ物も充実してるという場所に位置してる KPC ですよ。この辺りはですね日本大使館もありますし他の大使館もたくさんありますんでね、非常に治安がいいエリアとしてすごい信頼できる場所ですよ。だからそちらに構えてるのはこの KPC。 早速中見てみましょう。レッツゴー。いや入れんやん。被害者がそんな勝手に入れるわけないじゃん。あそこにちゃんとあるんだから。あ、だからもうセキュリティがねしっかりしてるっていう、まあ、暗証番号なの指紋で言うもん。でやったり暗証番号はあ、開けていただきましょう。構えん。そしてじゃあまず、お、さすが熊本の熊門がお出迎え。やっぱ九州プロモーションセンターやね。九州はちょっと強みに押し出してますが他の県の方ももちろん利用していいですか。はい、あ、まずはじゃあロッカー、はい、ロッカーもね十分な数ありますんで、この1階のスペースの方は個室みたいな形はないのでこういったロッカーを使って、まあ、貴重品など入れることができる。で、ホームブース、はい、お電話する方とかはこういった個室も利用できるという、はい。そしてこの1階のエリア、こちらのスペースがテーブルごとに会社さんで借りることができまして、で奥の方が一席でも借りれるということですね。すごいいろんな形のね企業さんに合わせて借りることができるスペースで、これ見ました、九州の出身だからね、嬉しいのよ九州見つけると。宮崎もありますしね、北九もありますし、福岡で、鹿児島、大分、熊本、イベントとかもここで開いたりとかもできるんですよ。スペースで開いたりもできる。で外にもありました、オープンスペースもあったので外でも何かじゃあねちょっとこう食べ物とかのイベントとかもできるんじゃないか、はい、なっております。でここにねこう降りてくるプロジェクターがありますので、ここに映し出して皆さんねちょっとしたこうイベントを行ってねプロモーションに使いますと。さあこっち行ってみましょう。あ、もうだから企業さん入られてますね。でも埋まってる部屋もありまして、コピー機あります、冷蔵庫あります、なんかちょっとしたお菓子や、はい、飲み物も置いてあってコーヒーもこういったものもご利用いただけると、はい、この並びは2名様から4名様の部屋となっています。こちらが2名部屋、こんな感じでね。いやだけど新しいけどやっぱ綺麗やね、めちゃめちゃ綺麗。テーブル椅子とでここもね、はい、はい、はい、そしてですねこちらにはテラス席もあります。めちゃくちゃいいやん、テラス席やん、カフェやん、マジでほんと静か。鶏の声聞こえたし、ね、ちょっと息抜きしたい時あるやん、そういう時にやっぱ外に出てね
にゃーってやりたくなるでしょ。ほら、めちゃくちゃウケてるよ。コワーキングスペースのいいところ、うん、いろんなところで気分を変えながら仕事できるとね。そうね、確かに気分変えながら仕事したら新しいアイディア浮かぶんじゃないですか。そしてこのこちらのテーブルを借りた方はこの奥のミーティングルームもね使うことができるという、もちろん Wi-Fi 無料ですよ。こちらのミーティングルーム、まあ、4名でも利用できるという、外から来たお客様とかね対応するときにやっぱりこういったスペースが個室であると便利ですね。ミーティングルームの最大人数は8名まで行けますね。まあ、8名ありゃね十分ですよ。もっとたくさんの人数で会議したい場合はこの近くにある牛の蔵ルーム最大15名まで利用いただけますんで、そちらに行ってください。じゃあ2階に行ってみましょう。一応エレベーターもありますが階段で行きましょう。あの大使館とかをこの近さで見るってなかなかないよ。絶対あんま映しちゃいけない。そう、あんまり今もあんま映らない。撮影する際はね。あ、え、2階は部屋の広さがもう全然違いますわ。ここは最大何人ですか？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 今で10席でももうちょっといけそうじゃない？うまくやればね。ホワイトボードはありますし明るい、めちゃくちゃ明るい。ああ正直外は曇り空、そうだけどめちゃくちゃ明るく感じるのよ。やっぱ光も多いしね、ライトも多いし。こちらのお部屋は12名のお部屋となっております。綺麗でやっぱ外のね、さっきの部屋の向かいだったんですか。そう、景色がまたね変わってくるんですよ、はい、もうこの辺やっぱ飲食店も多いけんね、もうめちゃくちゃいい、本当にいい場所。そして3階も見に行ってみましょう。また映さないで、あまり映さないで。あ、うわ、やば、3階が一番上だけんさ、上からの光が半端ないぞ。めちゃめちゃ明るい、いいね。はい、こちらのお部屋は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10名様のお部屋となってます。さあ、そしてこの奥に見えるのがメトロポリスですよ。もうこれはもう夜になるとめっちゃ景色綺麗でね、で飲食店なんかも困らない、最高。知らないでしょ夜。え、夜知らないでしょ。夜のこともイマジネーションできてるから俺、もうそれぐらいもうここにね陶酔してます私。でこんだけ栄えてるのに静かっていうのがやっぱ売り、うん、でやっぱね KPC さんの売りの一つは、先ほどね日本語対応してくださった方もいたように、そう、通訳のレベルが非常に高い。これはすごい。だからね、そういったサービスも利用できますんで、そちらもご覧ください。ちょっと、そしてテラスもこちらを借りた方は自由に使うことができますと。そしてこちらが3階の一番広いお部屋となっております。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12、今ある席数だけども12席で、もっとね椅子とかもありますので、もっと増やすこともできます。すごい広いですよ。でテラスの場所も使えますので、ね、L 字で使えます。ここに壁なんか作って、はい、こっちとこっちを分けて個室にすることもできます。ミーティングルームとかね、社長室みたいなことにも使えます。すごい柔軟なお部屋となっております。ぜひお借りしてみてはいかがでしょうか。 KPC センターの方がいろんなことにね対応してくださるので、そういった要望をね言えるっていうのもすごいいい点だと思います。こちらのお部屋もね、3階はねもう広いお部屋がこう多いですね。数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 今用意しただけでも10席で、こちらもテラスがありますし、奥にある
メトロポリスを見下ろすから夜景が美しいの間違いない。あれはなパクリかと思ったらギリギリセーフギリギリセーフやろ。綺麗な夜景見えますよ。いい感じにお仕事やっちゃってください。そしてこちらのお部屋はちょっと小さめの部屋になってますが、1、2、3、4、5、6席で見てください。テラス席でだちょっとコーヒーなんか飲みながらタバコなんか吸いながら新しいアイデア出ないかなと、ちょっと気分リフレッシュできますよ。これがやっぱりねコワーキングスペースでこういった気分転換するのがいい点だ。というわけでね、ABC センターいかがだったでしょうか。いや、めちゃくちゃいいね。コワーキングスペースでさ、いろんな部屋のスタイル借りれるしさ、で通訳さんもこう常駐していて、でこう、まあ、相談に乗ったりとかねしてくださいますし、で翻訳のねその LINE でも受け負ってるみたいですよ。そして車も借りることできますし、ドライバーの方も日本語できる方もいるっていう、まあ、いない場合はオンラインでねつないでこう通訳もサポートできますと。でここの駐車場も10台ぐらいは車も置けるみたいな、ほんとイベントやるときに車で来た方も、まあ、スムーズにご案内できるということですね。まあ、いろんなサービスありますが、コワーキングスペースをね借りるという目的じゃなくてもちょっとこう情報交換でね、なんかベトナムのことをちょっと知りたいなとか、まあ、こういうことってできるんですかとか相談ベースでもここに来るのはいいんじゃないかなと思います。そしてねそこでこういろんな情報を引き出して交流会館、交流会館ですよ。だから KPC 交流会館なんでね、交流しに日越50周年なんでね、やっぱりがっぷりやつで交流していきましょう。そしてエヌアセットさんももちろんこちらに構えておりますので、何か困った時はそこで相談して、そしてこちらを借りたい方はエヌアセットさんに連絡してみてください。エヌアセットさん、これからハノイの物件もどんどん紹介してきますんで、ベトナムどん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 ですよ、紹介していきますよ。我々も案内いたしますね。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。